130キロ近いそのウエイト、ペリーショール。日本では初めての試合になります、ペリーショール。相手は実力であります、ペリーショール。巨漢がリング強豪がやってまいりました。全く見えません。得意はサンボあるいは柔道でありますが、相手はミートトラックケリーショール。19kg USA ケリー赤兄弟。体重差26キロ差ですか。ねえねえ、なんかあのヘビー級というのは90キロ以上なんですが、なりますでしょうか。おっと、かかっていった、ミートトラック、ミートトラック、そういったことを言ったり聞かないか、組になった、そして、おっ、初めてグラウンドのテクニックだ、初めて、そのグラウンドのテクニックはベールの中だ、ただ、決まった、腕茂之助、早いですね、やっぱりね、そうですね、なんとも今逃げた、気がついてますでしょう。ヒョウの方に血がついてますね。その、後に昨年の12月、トーナメント B ブロックに参加した、はい、おっとミドルキャッチした、キャッチしながら、おお、これは綺麗ですね。そしてアグレッション、おお、いろんなものを出してくる、いろんなものを出してくる、抜けられましたね。さすがレスリングプラス柔道のテクニックを持っているケリーショール。レゴードル、足関節に関してはちょっと免疫ないですね。選手権も勝ったことがあります。エメディアエンコヒョードル、もちろんグローブも練習しています。あ、さあ、ジュータ1ラウンド1分47秒とコールがありました。今日は純粋、まあ、この選手ですね、ボルグハーン率いる、はい、通称狼金原さん、強いですね、はい、ヒョードル。ヒョードルのパンチもいいし、風もよかった、はい、決してこちらのショールも弱くなかったですよ ね、 そうですね。いや、2本も先を行っていたようであります、エメディアエンコヒョードル。